場では引き続き赤神奈川県前四六段朝比奈選手、対しまして白奈良県四段平瀬選手の試合が行われます。第2試合場、赤、町田選手の小手が決まりました。第2試合場、千葉県牧田選手対福島県原田選手の試合は牧田選手が勝ちました。